人に優しいあんたにこの心がわかるものか。人を呪うのが心地いい、だから歌を書いていた。朝の報道ニュースにいつか乗ることが夢だった。そのために包丁を研いでる。ガラスを叩きつける音、何かの花瓶を破くこと。さよならの後の夕日が美しくて、君だってわかるだろう。ガラスの歌に明かんで、この孤独も今音に変わる。面影に差した日暮れ、つま先立つ雲が焼ける。さよならが口を滑る。